ちょっと、ハテナだと思うので。確かに、テンだもんね。名前は、テまあ、ン僕、ちゃもんっくんって言われてますけどね、もっくん。赤堀もとき、ああ、もっじくん。ゃあ、もっくんでいいですよ。ツイッターの名前もっくんだし。継承込みでいいですか、もっくんで。はい、もっ大く丈夫ん、ですあ、よ。じゃあ、もっくんって言います、ね。で、始まりました。あ、はちょっい。と、ゆるよろしく。くお願いしで、まなんかす。3分ぐらいからタイトルコール、浜田がやってくれるんで。はい。わかりました。だんだんと。お願いします。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。名前変えておこうかな。だんだんと集まってくるかなと思います。はい。結構スロースタートで毎回。あ、そうなんですか。徐もう々なんに徐か々10に。分ぐらいは、そう、4、5人とかでやらせてもはいらっはいてるはいはい。んですけど。なんか不思議ですよね、視聴率とかってこう。なんかドラマとかも一番いいタイミングで人が一番、視聴率が伸びるじゃないですか。はいはいはい。なんかあれどうなってるんでしょうね。別にこう前後の展開知らないのになんで、確かこう伸に。びるんだろうみたいな。で、突然本当そにこラだジオけ。も、そうなんか盛り上がってきた人増えてくんですよね。謎ですね。はどういう理論なんだ。い。見ながら発信してくれてる方とかいるのか。あ、いどうなんでそう。すかね。ツイーそトういうしのあったて。ら、そう、なんかハッシュタグとかあったらね。あ、確かに。FC ラジオ、まあ、徐々に、なんちゃら徐なん々ちゃらみに。たいな。やりたいですね。ちょっと始まりましたって言いますね。はい。そう、そうなんですよ。金曜日の夜がちょっと、はい。バッティングしやすいんですよね。え、めそうちゃでくちすよゃ。ね。そうで、何がバッティングしやすいかっていうと、鎌倉インテルさんとか、あと、小江戸川越 FC さんとかが、今日金曜日にこう即席なラジオをされるので、とね、すごく被っちゃったりするああ、んでそういうすことよ。か。で、多分こういうちょっとラジオ配信とかを、最初にやっぱ鎌倉インテルさんがすごくやってられ、毎日やってたので、結構バッティングしちゃうとみんなそっちに行っちゃったりするんですよなるね。ほど。そう、だからそう、時間をね、こう、どうずらすかみたいなのうは、んうんうんうん。大事かなとは思うんですけどね。あ、みんもうだな、んだんと集まっあ、てお。きましたね。どのチームもじゃあ大体夜9時ぐらいからですか？あ、そうです、そうです。今日は裏で すごい驚異的なんですけど、その裏はい。で小江戸川越 FC さんが、なんか今、はい。配信されていて、なんだっけ。推しメングランプリを盛り上げ、なんか、選手の推しメン推しグランメプンをリ。決めるグはい。ランプリをやっていあて、あ、で、面そ白い。の投票はい。をするラジオやってるんですけど、それでええ、面18白いです名。ね。変わってる。面白い企画、裏はいはいはい。で。ええ、そんなことされてるんですね。推しじゃあメちンょっグとランぼプちぼち始めていきましょうか。リ。はい。したら、あ、今5名ですかね。聞いてもらってます。ありがとうございまありがとす。うございなんまか、す。もうコメント質問あれば。ゃあ、魔法お願いします。2021年10月8日、第10回。9回。9回、あすいれ？ません。9回。第9回、江ノ島 FC ラジオ。江ノ島 FC ラジオは、音楽、芸術、スポーツのユースカルチャーの発信地である江ノ島から、様々な視点が集まるハブとなるべく、特別なゲストをお呼びして、Twitter、Instagram、YouTube の異なる SNS よりお届けいたします。この番組は横浜、湘南を拠点に活動する音楽レーベル、ファーチャンネルレコーズ、湘南を代表するエナジードリンク、湘南ゴールドエナジーの協賛によって、毎週月曜日と金曜日に生配信にてお届けいたします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと自己紹介から始めていけたらなと思ってるんですけども。はい、じゃあ、真帆、お願いします。江ノ島 FC でスタッフをしております浜田真帆と申します。年は24歳で、今回来てくださったお二人とも
4月会ということで、いろんなあのチームウェアのお話伺いを楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、友山優太と申します。そうですね、今日で9回目ということで、今日はちょっとまあ、自分があの代表を務めておるんですけど、今日ちょっとまあ、もっくんと、はい、まあ、天馬くんってところで、結構天くん、ごめん、杉山くん、天くんは、ずっとツイッターで、つながっていた方で、同世代。で、もっくんに関しては、あれですね、僕クラブハウスが流行った時に、はい、僕がクラブハウスの招待 URL をもっくんに渡しましたよね。そうです、そうです。そう、がちょっとこう、仮が、クラブハウスの本が。歌詞があるみたいな、はい、そうなんですよ、結構同世代で めちゃめちゃあの時は助けられました。同世代でクラブ経営されてる、クラブにされてるところで、ちょっと、はい、すごく同世代のところでいろいろ話させてもらってる仲間だと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあお二人の自己紹介お願いします。はい、私は FC 淡路島のスタッフの赤堀元樹と申します。年齢も26歳で、まあ、27歳の代なんですけど、やってまして、まあ、今日はね、これラジオっていう形で出るのも初めてなんで、まあ、ちょっとどういう感じで進めていくのか分かんないですけど、まあ、なんか楽しみながら1時間やっていけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。皆さんこんばんは。SC 淡路島の、GM をしてます。杉山と申します。下の名前はちょっと難しいんですけど、僕、高政って読むんですよね、実は。これ、え、そうなんですよ。読めない。絶対読めないね、最初から。けど、まあ、天って呼ばれてるんで、ああ、そうなんですか。分かりやすく、はい、っていう感じで。年は大卒の年になるので、今年23の年になります。はいはいはい、去年までは兵庫県の関西学院大学っていう、大学のサッカー部のキャプテンを、プレイヤーとしてやっていて、今年から、まあ、はいはい、プレイヤーは引退して、クラブの運営の方に携わりながら、まあ、この時期になってくると本当に来季の構成のところに力を今使っているような、立ち位置になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、6名ですかね、来てもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。コメント質問随時どしどしいただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、何の話しましょうか。そうですね、まあ、何だろう、ちょっと聞きたいことたくさんあるんですけど、そうです。そしたらちょっと待ってください。クラブの紹介、ああそうだそうだ、そうですね、まずそうですよね。はい、じゃあ FC 淡路島も紹介、はい、お願いします。はい、まあ今多分こう今聞いてる方とかは知ってる方多いかなと思うんですけど、兵庫県の淡路島ってところに拠点を置いて7年で J リーグを目指す、チームで、今4年目ですね、関西2部リーグってところを戦っている FC 淡路島のになります。はい、どんな感じで紹介せるんだろう、こんな感じです、はい、大丈夫ですかね。あらわに出てるけど大丈夫か。緊張しますね、なんか。見えないものとなんかこう争いじゃないですけど。はい、あれ、なんか目指してるカテゴリーでいくと、なんかあれですよね、淡路島初の J リーグを目指してる。そうですね、 J リーグっていうプロ、J3 以上か、まあ、J3 をまず今捉えて目標にこう、まあ、日々戦ってますね。うんうんうん、で今関西2部リーグですよね。はい、そうですね、関西2部リーグです。はい、今、江ノ島 FC が神奈川3部なんで、3つ上のカテゴリーになるんですかね。うん、なんか、そうですね、サッカー、社会人サッカーのカテゴリーでちょっと説明すると、まあ、J1、J2、J3 があって、下に JFL っていうのがあって、で、まあ、地域1部、2部、関西だったら関西1部、2部とか、関西1部、2部ですよね。近畿、そうですね、関西は1部、2部です。はいはい、で、下に都道府県1部、2部、3部、4部ってあって、って感じなんですよ。本当に格上の、クラブってところで、そうです、関西2部ですね。で、あとはなんか、淡路島、なんかこう、はい、結構聞かれるかなと思うんですけど、淡路島っていう場所になんかチームを置いた理由というか、なんかそこの意義みたいなものってあるんですか？はいはいはい。置いた理由で言うとですね、
もうあのこのできた背景なんですけど、はいはいはい、今チームのオーナーがですね、もともと J リーガーになりたいっていう夢があって、で、J リーガーになるためには、まず、はいはい、まあ、自分でクラブを作りますと。で、作って、そこで、まあ、J リーガー上がった時出たら、まあ、J リーガーになれますよね。っていうところから、じゃまず自分で J リーガーな、クラブを作ろうってところから、始まっ、まあ、構想がこう動いてったんですよ。で、そのオーナーの出身地はまず淡路島なんですよ。やっぱこうなんか地域でこうクラブをまあ作っていくとなると、やっぱ最初にこう入り込む、地域に入り込むって結構すごくやっぱ難しいんですよね。こうやっぱいろんな人がこう絡んでいって、行政であったりとか、蹴られたらもう入れないっていうのが結構、江ノ島さんも多分あったかなと思うんですけど、結構あるじゃないですか、その辺の人間関係を作っていくところで。淡路島出身だったんで、まあ顔も広いですし、まあやってきやすいっていうところと、Jリーグ上がるってなった時、条件でそのスタジアムを持つっていうのが条件であるんですよ。はいはいはい、どの社会人チームやっぱ苦戦するのはそこだと思うんですけど、うん、淡路島に一応そのアスパ五色っていう、その一応観客席があって、あとはもう増員で増席だけできれば、まあ、J リーグ の条件クリアできるっていう、はいはいはい、あのスタジアムあるんですよ。っていうところで、まあ可能性としては、まあこのまま例えば J リーグ上がるってなった時に一番壁になるのがスタジアム。ただまあこれはもうクリアできるんじゃないかってところで、じゃあもう淡路島でやろうっていうこう動いてったので、うん、まあそれで、それがありますね。まあオーナーの出身地であったっていうところと、うん、まあスタジアムの問題でぶち当たるんですけど、その辺をまあ保有というか守ってあったっていうところですかね。うん、でも意義的なところでいくとね、まあヴィッセル神戸しかもうないので、兵庫県には、J リーグは。兵庫県にもう一個ぐらいあってもっていうところはあると思いますけど。うん、なるほどなるほど。なんか、はい、あれですよね、その内部の話、結構僕がいろいろとあの話聞かせてもらってるんですけど、やっぱりこう、はい、淡路島さん面白いなと思うのが、こう全員今、はい、島の中に住んでるんですよね、選手たちが。そうですね、全員住んでます。うん、全員住んで、はい、で、本当島の中のこう、福祉施設だったら病院だったりとかホテルとかに、働きながらサッカーをしているみたいな話を聞いていて、ね、わ、これは新しい形、はい、クラブの話だなとそう思っていますね、うんうん、ちゃんとインフラになってるというか、なんか、はいはいはい、僕好きな話があるんですけど、とかって思い出したんですけど、入荷するかどっか、はいはいはい、入荷するじゃないな、なんか、アトレチコかな、トルシカマドリーとか、なんかどっかのチームが、はい、そのチームが、こうなんか、刑務所の中の選手、刑務所の中の囚人に対して、はい、めちゃくちゃこう、なんだろう、服役が終わった後の社会復帰の支援を、もうクラブで受け持ってるみたいなところがあるんです。そこのなんか、教育機関がチームになってるみたいなクラブが、なんかどっかにあるらしくて、でそれがだからあると、結構そのチームってこう地域にすごく愛されているし、はい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 、そのチームがなかったら行ったらこう不景気後の人たちが世界復帰できないみたいなのがあって、ね、みんなこうチーム守ってのなんか曲になってるっていう話が聞いたことがあるんですけど、はい、結構なんかすごい近いものを感じていて、あ、ちゃんとこう淡路島の中のこうインフラとか、うん、生活を支えている、その何になっていくんだろうなと思っているんで、結構参考させてもらっている部分が、そうなんですか、ありがとうございます。参考になってるか分かんないですけど、はい、はい、ありがとうございます。まあでも本当ありがたいことにね、結構淡路島の企業さんとかにこうね、うん、雇っていただくってところで、いろんな、まあ、水産会社も最近そうですし、うん、最近フードマーシナリーさんもそうだねって、そうですね、雇用、製造業か。うん、の方に雇用していただいたりとかっていう風にこうどんどん広がってきてるので、よりこう淡路島で生活はしやすい環境にはなってるのかなっていうのはありますよね。あとやっぱ企業の方々からもやっぱり僕らみたいに若い世代が地域に戻ってくるだったりだとか入ってくるっていうところでやっぱり喜ばれる方々もすごい多いですし、はいはいはい、現場のその空気感だったり、やっぱり選手たちっていうのもやっぱりそこの雰囲気だったり、働いててる方々にもやっぱりいい影響を与えて、選手たちが頑張ってくれてるなっていうのもすごい、僕自身はやっぱりいろんな企業さんのところにも挨拶行くので、そういう話もよく聞いたりして、はいはい、本当にサッカークラブだったり、うん、僕ら世代っていうところのできるところってまだまだあるなっていうのはすごい感じますね。うん、なるほど。結構僕自身も実は2年前まで大阪に住んでいまして、うん、そうですよね、結構淡路島行ってたんですよ。あ、行ってたんですか。そうですね、結構なんかこう、なんかこう、ぶっちゃけこう、結構上の方は最近盛り上がってきてる印象は結構
あると思うんですけど、はいはいはい、でも結構淡路島ってやっぱ通過してしまう場所で、うん、そうなんか中で何かをするって風に僕はならなかったんですね、うん、当時、うん、だからでもサッカーがやっぱあるってなるとこう今後ずっと行きたいなと思いがあるので、そうなんかまたねこっち側淡路島の形ができたらすごく面白いかなっていう、うん、はい、思います。そうですね、本当確かにサービスエリアだけ行ったことあるって言われて、いや大体降りる人いなくて徳島に行っちゃうとか、うん、多いんですよね本当に。だからそこをどうやってこうね、うん、降りていただいて応援しに来ていただくとか、うん、できるかと思うんですよねこれから鍵になるのは、はいはい、うん、いや、なるほど。なんかどんな、あの、ちょっと質問攻めになっちゃうんですか？はい、あ、全然全然。そう、はい、なんか、結構その僕は割とだから、ちょっと遠くの場所から淡路島っていうのを見てた部分があったんですけど、今もやっぱり、はいはい、東京、あの、神奈川に住んでいるんではあるんですけど、なんか淡路島にこう、まあ、住んで暮らしている方からすると、淡路島ってどんな場所なのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど。どんな場所で言うとですね、結構まあ、シンプルに答えると、もう本当自然豊かな場所、はい、ストレスフリーっていう感じかなと僕は思ってて、もともと僕大学東京行ってて、はいはい、で、うん、大阪にも住んでて、本当大阪も都心、はいはい、東京も渋谷に住んでたんで、もう都心で今は私も超田舎なんですけど、はいはいはい、なんかこうせかせかしてたんですよね、東京大阪に行った頃って。うん、淡路島って結構もう人もは少ないし、はいはいはい、でもまあ自然すごい豊か、海もすぐ行けるんですよ。海綺麗ですし、うん、山もあるし、みたいな感じで、すごいなんかこう、ストレスフリーだなっていうのは僕は結構感じてますね。うんうんうん、全然なんか、楽に切れるというか、楽に切れて言い方おかしいですけど、結構そんな感じですかね、淡路島来てみて思ったのは。うんうんうん、それこそ僕は来て、まだ半年経ってないかなぐらい。なんで、元々兵庫県の西宮っていう、大阪と神戸のちょうど間ぐらいみたいなところで、うん、すごい立地のいいところで学生生活を過ごしたんですけど、はいはい、やっぱり今、もっくんが言ってくれたように、そういうところはすごく感じる一方で、うん、まあ、僕ら そのビジョンが先行しちゃうんですけど、実は理念的にも、やっぱり退屈なやつらを興奮させるっていう理念があって、やっぱりそこの刺激になる部分っていうのはまだまだ、うん、必要かなっていうのはすごい感じます。そうですね。うんうん、退屈にはなりますよね。何もないんで、うんうんうん、遊ぶところが、はい。クラブの中の人は、クラブに関わる人は大体外から来た人が多いんですか？はい、全員もう外ですね。淡路島出身の人って。選手はいるか。選手は3人、淡路島出身いますけど、ほとんどがもう当該ですね。9.5、9割ぐらいはもう当該から、なので、全然もう、淡路島初めて移住したって人ばっかりですね。はい。はいはいはい。結構それは、なんか何ですかね、その、割と、もう島自体が結構少子化しちゃってるみたいな話なんですかね。そもそもこう、でも違うか。あ、でも少子化は結構進んでますよ。かなり深刻ですよ。そこは。少子高齢化はめちゃくちゃ加速してて、はいはいはい。加速してると思いますね。なんかデータとかもあるんですけど、10年前と比べるとかなりもう全然違う。子供の数も減ってますし、高齢者の数は逆に増えてるんで、だからこそこの FC 淡路島、今30人ぐらい移住してきたんですけど、去年から。それは結構驚かれますけどね。こんだけ来たのは異例なことだみたいなことは結構街の人から言われたりするんで、インパクトあるんじゃないかなと思いますけどね。うん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 、あ、でも結構それでいくと結構文脈は近いかなと思って、はいはいはい、まあ、江ノ島なんてもう特にこうもう沖縄みたいな感じなんですよ。もう言ったら、あの小島地域っていうところ、はい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 、本当に人口はすごく減ってしまって、はい、みんな横浜に移住をしているんですけど、はい、減ってしまっていて、うんうんうん、でも、観光人口は増え続けている場所になっていて、うん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 、だ割とだから、こう、定住年数みたいなのが13年とかなんです、はい、言ったらこうずっといる人って本当にほぼいなくて、なんかこう、ちょっとこう、セミリタイアとかリタイアをした後に、はい、老後を攻めに来るとか結構多かったりするので、でも結構だからちょっとね、このクラブに比べると、はい、うん、なんかそのインバウンド向けの施策とかも実装があったりとか、結構その ね、やっぱり地域クラブだから地域活性ってところには向かうと思うんですけど、
なんかこう、そのアプローチが結構違ってくるのは結構面白いところだなっていうのを、うんうんうん、思います。いや、そうなんですよ。コーナーにいる人に今来ていただく、応援に来ていただくっていうのは理想なんですけど、うんうん、どうしてもね、その人たちで少ないっていうのもあるので、うんうん、都外からこう来ていただく、はいはいはい、楽しみの一つとして来ていただくみたいな流れがやっぱ作れたら、うん、いいですよね。あの人は結構関西の人にとっては、うん、そういう観光に行く場所みたいな場所に、こう、はい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 、ブランディングじゃないけど、イメージになっちゃってるんで、うんうん、もう逆にそれはそれでもう受け入れて、うん、来ていただくようにするじゃないですけど、そういう流れに変えていくのもまあ大事なのかなっていうのはありますよね。いや、なるほど。はい。で、なんか、結構なんかあれですね、結構なんか立ち上がり固い話を結構しちゃったんですけど、あ、はい、なんか大変だったこととかを、はい、結構やっぱり同世代なんか結構聞いてみたいなって思いがあるんですけど、たらこう、まあ、20代で、うん、20代前半で僕たちはこう、まあ、クラブ運営ってところに座ってるわけですけど、結構あんまりこう他にはないキャリアの選び方をしてるなと思ってる中 で、なんか大変だなと思ったことって、はい、そんなことがあるかなっていうのを話したなと思うんですけど、はい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 、ですか。大変なことで言うともう本当に多いなと思いますけどね。やっぱ新卒で同じようにこう例えば企業に入っ普通の企業入りましたって人と比べちゃうと、はいはい、やっぱりその収入的な部分って、うん、やっぱサッカークラブってそんなにね、はいはいはい、社会人は特に収益やっぱない状態なんで、それもちろん給料なんて、その人と比べちゃうと、まあ、多くはないですし、はい、まあそれ以外の部分で言ったら、やっぱその、ちょっとその、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、まあ淡路島っていうこういう今、ね、地域に今来てる分、まあ、みんなは他の人たちっていうのは、こう都会にいて、例えば、まあすぐ会えたりするじゃないですか、そういう友達として会えたりする、はいはいはい、ところに関してはもう絶対そういうのもない、できないですし、まあ、なんか、うん、大変な部分で言うと、なんだろうな、上げていければ、まあ、どんどん出てくると思うんですけど、なんか点とかあるから、その辺どうだろう。どう半年だと思うけど、来て。うん、僕は、まだ全然、チャレンジの1個目を歩いてる感じ、はい、確かに。全然、想定内というか、このぐらいの苦しさは逆に、20代をのほほんって生きちゃう方が、あとあと面白くないだろうなっていう考え方の人間なので、うんうんうん、全然このぐらい逆にもうちょいかなっていう感じです。確かに。そういう意味では、まあ、力はすごいつけられる環境ではあるんです。FC 島ってもう本当にゼロから一を見出すじゃないですけど、うん、クラウドファンディングとかも2回やらせていただいてるんですけど、その時ももう自分たちで、はいはいはい、じゃあどうやってこう外に売り出していこうかっていうのを考えてそれを実行していくみたいな力はすごいつくので、もう全部 PR するやり方も戦略も組み方だったりとか、ファイナンスのそのお金のどうやってね利益残していくだって売り上げどうやって上げていくとか、そういう思考をアウトプットするっていう意味では、逆に新卒入ってる人たちっていうのはまあよりは多分経験値はすごい高められているとは思うんで、そういう部分で苦しさあるんですけど、でも逆にまあ確かに今天が言ってくれたようなスキルの部分だったりとか経験値は絶対高められてるんで、はいはいはい、まあ大変ではありますけど、楽しいって言ったらおかしいですけど、まあ力をつくって部分では、まあいい面もありますけどね、もちろん。ハングリーになれますしね、絶対負けたくないみたいなって感じなんですけど。うんうんうん、そもそも二人はどういう経緯でこう、行ったらサッカー業界に就職されたんですか？僕はもうその、まあ二人とも多分同じなんですけど、FC 淡路島の今オーナーであるショーダー、はいがいるんですけど、はいはいはい、その翔太の影響ですね、うん、もう翔太がこう、はいはいはい、もっとも東京いた時からも付き合いがあって、うん、でも J リーグ作りたいって言われた時、僕はもともと夢でこうなんていうサッカースタジオ満席するっていう夢があったんで、まあ、それにこう直結できる環境を探した時に、はいはいはい、もうこれほど面白さとかないなと思って、うん、もう東京からもう関西に移住したっていうところあるんで、もう本当に翔太の影響ですね、オーナーの影響ですね。そうですね、僕もそれこそ2年前学生の頃からオーナーとは翔太とは関係性がもともとあって、はい、でまあ僕自身は学生の頃からどっちかっていうとビジネスだったりっていうところに関心があって、個人で何か事業を作っていくっていうところに結構強い思いがあったので、まあもともと就職してキャリア積んでいくみたいな人生設計をしているようにいなかったので、うんうん、まあ、自分で何かやっていきたいなっていうところで、僕がジョインしたのが4年目、今年4年目なんですけど、まあちょっと変わったクラブですし、オーナーも変わった人間なので、
なんか自分自身吸収できることがあるだろうなと思って、うんうんうん、関わらせてもらって、まあ、僕自身はあとはやっぱり体育会である程度結果を出してきた選手でもあったので、そういったところもこのクラブにとってプラスになる面はいろいろあるかなっていうところもあって、うんうん、今関わって頑張ってもうショオーナーですねオーナーの影響はかなり、うん、のいやー面白い、はい、変わってるんで本当に今は何人ぐらいいるんですか、スタッフの方っていうか。スタッフは何人だろう、うん、7、8人 ?8 人ぐらい、いやかな、いいなぐらいですかね。ほとんど輪が大きくなっていくんですね、そしたら。そうですね。江ノ島さんどうなんですか、その辺のスタッフの。僕らは、いや、もうあのフルコミットの、スタッフで行くと、まあなんか 1.5 とか2ぐらいです。なんか僕がもう言ったらずっといて、で浜田を結構関わってくれてるんですけど、あともう本当業務委託だったりとか、はいはいはい、で言ったら強化部のメンバーも他に仕事を持ってたりするので、うん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 、フルコミッションのメンバーっていうのは、もう本当に数人だけって感じになって、ただ全部いろんな方向にこうスタッフがいるので、うん、言ったらエンジニアとかデザイナーとかも含めると、はい、今17、8人ぐらいスタッフがいる状況になっているんですけど、うん、はい、でなんか結構浜田の話もちょっとこの流れで聞けたら面白いかなと思って、ああ聞きたいですね、はい、あ、サッカー業界に就職したきっかけだと大変だったことみたいな話を、うんうん、ぜひしてもらえたらな、まあ、ただ女性だしなんか結構難しさはあるんじゃないかなと思うんですけど、もともとその J リーグがめちゃくちゃ好きで、うんうん、あの本当は新卒で入りたい J リーグクラブがあったんですけど、うん、やっぱりそれなかなか難しいし、新卒で大きいクラブに入っちゃうとなかなか自分の力も伸ばせない、やっぱ人手不足で研修がないとか、そうですね、大企業に入る人と比べて成長スピードが遅くなってしまうよみたいなことを言われたので、まあ、30歳までにそのクラブに行きたいなと思って、はいはい、でそのキャリアをまあ逆算して考えてきたんですけど、うん、はいはい、まあ、それでどんな力をつけてその J リーグクラブに乗り込もうかなっていうふうに、うんうん、私はあの選手のキャリアと、うん、あとファン作りのところ、ファンマーケティングの会社に2年間いたので、まあ、そのスキルをつけて、まあ、J リーグクラブに行こうかなっていうところで考えて、うん、今選手のキャリア、サッカー選手のキャリアっていうところの仕事を本職ではやってるんですけど、まあ、そんな中でそのやっぱ江ノ島 FC に入って、うん、やっぱ J リーグクラブみたいな大きなところに入るよりも、うん、私が何とかしなきゃいけないって思えるんだろうな、うん、あ、江ノ島 FC とかだと、うん、自分の裁量権とかもめっちゃ大きく持ってるし、うんうん、あと中高が江ノ島だったので私は、うん、江ノ島の海だけじゃない魅力を伝えるっていう活動をずっとやってたので、うん、そういう江ノ島の土地に対する思い入れとかもあって江ノ島 FC に入って、うん、今はその、ま、J リーグに30歳までに行きたいっていう夢よりは、ま、江ノ島 FC を J リーグに上げたい、うん、わーすごい変わっためっちゃいいじゃないですか、めっちゃ変わった熱いですね、うん、実行しながら、いやでもそういうのありますよ、ね、自分自身もスキルを磨いていきたいなと思っているっていうところで、うんうんうん、大変なところとしてはなんだろうな、うん、大変難しいです、うん、どの視点でもいいですよ、なんか女性としてみたいな話でもいいですし、はいはい、なんか地域サッカーならではのやつでもいいし、あとなんかスキルセットがみたいな話でもいいと思うし、やっぱり今は働きながら江ノ島 FC に関わっているというところで物理的に時間の制約があったりとか、うんうんうん、もっと本当はこういうことやりたいけど、うん、みたいな、まあ、言い訳にもなってしまうという状況があるっていうのがまずもどかしいところ、うん、とあとやっぱりその部活とかと違って、もともと私も体育会出身なんですけど、その4年間って決められた中で目標を達成するとか、うん、
ていうゴールっていうのがなかなか選手たちも持ちづらいのかなっていうところ、うんうん、でチームのビジョンを選手に共有したりとかそういうところで結構難しさっていうのは日々感じてますね。選手ですね、うんうんうん、いや難しいですよね。なんかすごい選手いあのそうなんかその結構お二人にも結構関わることかなと思うんですけど、なんかあの浜田がもともとマネージャーをずっとやっていて、あのサッカー部のマネージャーをやっていて、はい、そこから社会人サッカーに入ってきたってところで、結構なんか大学サッカー高校サッカーとかと社会人サッカーってまた全く別物のものだなってことをやっぱり痛感していると、うん、僕も痛感していて、うん、あのなんかこう高校って結構受け身でもサッカー部入るじゃないですか、こう言ったらサッカー部がその学校に1個しかないから、はい、こうとりあえず入って頑張るとかもあると思う、うん、大学とかは結構やっぱ4年間制約があるので、結構そのなんだろう高校の中の流れでやる選手もいれば、結構なんだろうな、あんまり思考もせずにやる選手も結構いたり、一部いたりすると思うんですよね。で、まあ、それが結果的にこう4年間っていう時間を通して、こう、青春になっていくと思うんですけど、うん、社会人サッカーって、こう、結構そもそもね、その、おかしいなと思うのが、こう、みんなこう、普段仕事とか、まあ、学生とかをやりながら、もうない時間をあえて使ってサッカーをしている状況になるじゃないですか。だから結構モチベーションの部分の管理はすごく難しいなっていうところが、あのそうあって、でだから多分こう高校大学ぐらいのモチベーションでサッカーしてるチームって本当にもう本当に関東2部あと地域2部っていうのがあんまり難しい部分があるのかなっていうのは思っているんですよね。結構その浜田が結構 そこにマネージャーやっていくのはすごく難しいって話をしているんですけど、なんかこう2人の、まあ、牛島島さんでこう選手のモチベーション管理とかってなんかどういうこだわりを持たれてるのかなとかちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、なんかあったりしますか？そうですね、選手たちに関して、まあ、うちのチームはやっぱり負ければ終わるっていうイメージがあって、そこで死ぬ気でやってくれるっていうところがまず一つと、まあ、けどまあそれでもやっぱり大学を卒業して社会人になってまでサッカーをやるって、まあ、僕自身は引退した立場なので選手たちものすごくリスペクトはありますし、やっぱりそれぞれけどやっぱり悩む選手たちももちろんいて、で現に今年僕が加入してからも 何名か抜けた選手も実際にはいて、まあそれはそれでやっぱりそれぞれの人生の中での意思決定にはなってくるのかなと思うので、モチベーションっていうところで言うと、まあ、チームとしてはやっぱり明確な目指すべきところがあるっていうのと、あとはそれであとは個人で言うとやっぱり個人のビジョンっていうところじゃないですかね。サッカー選手もそうですし、その先の人生においての今みたいなところを明確に頭に落とし込んであげればいいのかなっていうのはすごく思ってますね、僕は。なんか難しいですね。あの、なんかそう、あのめちゃくちゃこう、あの、沢地さんもね、その上がれなかったら撤退するみたいなのって、はいはい、あの、結構、あの、割とすごいロジック、あの合理的だなってすごく思っているところがあります、うん、その選手に対してそので言ったらこう、ね、それがあると結構選手をこう集めてきてくれるというか、選手がまたとかが連鎖してっていいのかなって思いがあって、でなんか神奈川県3部って140チームあって、はい、4チームしか2部に上がれないっていう、すごい熾烈なリーグなんですけど、でそこを戦ってすごくこう苦しいのがやっぱりこうなんだろう、体育会引退したレベルの選手とかってまずこう JFL で関東1部2部とかをまあ受けていって、落ちたらまあ妥協してもやっぱ県2部なんですよね。県1部2部とかでまあビジョンで入っていくとかが結構あって、結構だから3部4部って結構切られちゃうんですよ、その時点でっていうのがあって、なんかビジョンとかをどんだけ頑張ったりとか打ち出しても見つけてもらえないっていう結構ジレンマがある。でもその中で2部に上がんなきゃいけない、2部に上がんなきゃ難しいみたいな、うんうんうん、こうジレンマがずっと回ったりするので、まあ、結構だからね、あの今年もあのチームを始める前とかにあのモックンにご連絡をさせてもらって、はいはいはい、結構あの言ったらその時は監督も決まってない状態ですけども、うん、そうですね、かも結構チームで話をしながらモックンに相談とかもしてたら思い出すなって出ましたね、懐かしい。はい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 、ありましたね、コメントいただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。
各クラブともファン作り意識していることが気になりますと。ファン作り。伊藤さん、ありがとうございます。ゆ、はいさん、ありがとうございます。なんか、ありますか？その、それこそ、あの、橋野さんは、あの、イケメン集団の、あの、はい、ね、で、あれを、もうフライヤーを配ってるんですもんね、街に。配ってます、配ってます。うんうん。なんか結構街を歩けばきっと、あの、フライヤーに出会えるみたいな世界だと思うんですけど、なんかこう、どういう、まあ、あれもそうですし、なんかこう、どういうこだわりでファン作りされてるのかって確かに気になりますね。なんかありますか？あれに関しては、まあ、イケメン集団って、まあ、ちょっと確かにその賛否両論とかあったんですけど、実際出してみて。あれは、まあ、考えとしては、普通のサッカーチームのポスターって、サッカー選手がサッカーのユニフォームを着てる状態でこうバーって出てるイメージだと思うんですよ。その常識を覆すじゃないですけど、もうちょっと違う、もう要はサッカー嫌いな人からしたら見ないんですよ、はいはいはい、そういうポスターって。ああ、なんかサッカーチームのポスターだ、うんうん、でももう終わっちゃうんですよ。もう見られなくなっちゃうんで、はいはいはい、もう目に留まるを意識した時に、イケメン集団ってなってると、これ何やろみたいな感じ、目に留まって見てる人いっぱいいるんですよね。商店街なんか、もう高校生とか目に留まって見てたりするんですけど、そこからこう入ってくっていうところで、目に留まるを意識してるっていうところですかね。あのイケメン集団だったりとか。まあ、ビラ配りとか毎回試合の時、まあ、ビラとチケット配りとかは毎回やらせていただいたりとか、ポスターも今300店舗、私も貼らせていただいてるんですけど、もうとにかくもう目に留まるを意識して、まず覚えてもらう。まあ、認知してもらうってところを今意識してやらせていただいてて。ああ、なるほど。やっぱすごい成果出てますよね、そこは。うん、めっちゃ出てる。あれ見てきましたって人が来たりとか、この前とかは、そうなんです、まあ、イケメン社員ポスターも実は作ってたりとか、この前9月の19日だったっけ、はいはい、あのホーム最後の試合が淡路島であったんですけど、その時に、淡路島ファミリー祭りっていうイベントをやろう、あの開催したんです。はいはいはい、まあ、結局あれは、あのコロナ出ちゃった、緊急事態宣言で、まあ、ファミリー祭りはもう中止してほしいって、はいはい、あの行政から言われちゃったんで、それ自体は実行できなかったんですけど、はいはいはい、ファミリー祭りっていうのも、まあちょっと、淡路島のまあマーケティングした結果、まあお祭りが好きな方多いので、じゃあそこにこう合わせてお祭りっていう風な、こう、なんかワード入れたりとかで、こう、お祭りの雰囲気を出せるようにっていうのを意識して作ってたんですけど、お客さん、淡路島いる人をマーケティングしていきながら、じゃあどうやってこう覚えてもらうかとか、どういうのが効果あるかっていうのを考えながら、こう、施策を打ってるんですよ。それファミリー祭りで初めて来ましたって人も実際いたんで、まあ帰られちゃったんですけど、あのその方はファミリー祭りはできなかったんで、そういうところは結構意識してますね。もうまず何としてもこう覚えていただくっていう、まあプロではないし無料、まあそうですね、チケット代にはお金は発生しないですけど、うん、なんだろう、こう日曜日っていう貴重な時間をちょっとこう家族で過ごす時間をサッカーを FC 淡路島試合見に行くっていうところに当ててもらうに何ができるんだろうっていうところを考えながら、こう、企画をね、練らせていただいたりとかっていうのをやってますね。うん。いやー、なるほど。はい。いや、その話結構、面白いですね。結構簡単そうで、はい、一番こう大事なことだったりしますね。うん、あの、いやー、そうだと思います。あの結構僕らもよく話すんですけど、結構今日本ってこう5500チームサッカーチームがあるらしくて、これってなんか世界一多いらしいんですよ、はいはい、日本のサッカーチームって。そうなんですか。はいはい、で結構や江ノ島 FC が言ったら創設2年で、まあ結構そのなんだろう、ある程度のところまでというか認知広げられてだんだん来てるなっていうのをすごく、うんうん、あの実感させてもらってるんですけど、なんか結構そういろいろ思っていたのが、今日僕もともとブランディングの会社にずっといたんですけど、うんうんうん、勉強させてもらっていて、なんか結構そのなんか結構マーケティングのこうなんかこう5段階みたいなのあるじゃないですか、はい、まずこう注意、ね、アテンションしてなんかこう気を引いて、はいはいはい、でそこからなんか興味を持ってみたいな、はい、でなんかあの検討して買ってみたいなのがあると思うんですけど、はい、結構なんかチームを知っている前提で、はい、あのクリエイティブを作ったりとかしてるチームすごく多いなっていうのを、うんうん、あ、多いと思います、はい、あの思ってて、はい、あのでなんか最近というか、まあ、あの最近見たところでいくと、例えばこうあるチームさんが、はい、あの選手新加入しましたみたいな、でなんか菊池選手ですなんか菊池ドンみたいな、菊池選手のなんかこう画像と名前と背番号のバンってやつを出して、はい、それ多分プロだったらそれをみんなやってると思うんですけど、はいはいはい、いやだ誰やねんって話だし、そうですね、はい、菊池誰だよみたいな、はい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 、でそれであんまり伸びてなかったみたいなのがあって、うん、結構その
なんかすごくもったいないなって気持ちになることが多かったので、うんうんうん、なんかちゃんとこうね、あの知らない体でどうやったら知ってもらえるのかと考えてやるのってすごい大事だなってめちゃくちゃ思っていて、うん、そうだからいいですよね。でなんかサッカー見てもらえないですよね、やっぱりこう見てもらえないと思います。うん、なんかあのでなんか例えばヒュマリノスさんとかヴィッセルコープさんとかだったら多分サッカーを偶然見るとかあると思うんですけど、こう偶然街歩いてサッカーが流れててとかってあると思うんですけど、はい、まあ多分地域サッカークラブってサッカーから入ってもらえないですよね。もらえないと思います。よほどなサッカーマニアの方じゃないと難しいですね、うん、どっかのファンでしたとかじゃないと。ちょっとヴィッセル神戸の元もサポーターっていう方は、うん、来てくれてたんですけど、2年目の時から、はいはいはい、そういうコアな方しか来ないですよね。はい、言ってもコアな方は多分こうプロモーション打たなくても多分来てくれると思って、はい、そうですね。どっかでか、なんかこう新規層向けの、ね、うんうんうん、プロモーションって、うんうん、こう結構難しいなというか、うん、めちゃくちゃ感じますね。うん、難しいですね、そこに関しては。うん、知らない前提でこう作っていかないといけないというか、はいはいはい、まあ、僕らね結構立地も良くないんですよ、うん、実はアスパコ式っていう場所が。あ、はい、どの辺なんですか、島の。なんて言ったらもう本当に真ん中って言ったらあれですけど、高速道路からも降りて、ね、20分ぐらいかかったりですとか、まあ、淡路島があと電車通ってないんで車じゃ行けなかったりとか、はいはいはい、もうハードルすごい高いんですよ。淡路島の中にいる方に来ていただくってなっても、やっぱりこう道狭いところをこう通りながらこう山上がってこう来てもらわなきゃいけないっていうところでハードル感じるんですよ。だからそこまでこう時間を割いてまでの、まあ、マインドシェアじゃないですけど、FC淡路島を応援したい、FC淡路島の試合見に行きたいと思ってもらえるようになるために何ができるだろうっていうところになってくるんで、すごくこうそこに関してはまだまだ苦戦してますけど、はいはい、結構難しいよね、点そこ立地的なところでいくと全然ガンバとかと違うもんね。そうですね、淡路島で言うとやっぱ海沿いが栄えてる中で、うん、スキャムがちょっと陸というか山のところにあるので、うん、そこはそうですね、人の少ないところになってしまっているので、うん、どう行動まで移させるかっていうところはもう毎日考えてますね。いやそっか、結構じゃあ見に来られる方とかは割ともう島の中の方々がほとんどっていう感じなんですか。そうですね、もう中の方が多いですね、うん、でも結構でも、まあ、当該の方も来られますけどね、大阪から来ましたとか、はいはいはい、西の面から来ましたって方もいますけど、うんうん、徳島とか、まあ、ほとんど島内ですね、うん、来ていただく方はあれも多いよね、最近あの協賛していただいている企業の方、まあ、その雇用でついてる会社の方が来てくれたりとかはあるよね、ちょっと増えてきてるね、うん、職場の一緒に発電して働いてる方々が、そのまま週末お子さん連れてきてくださったりとか、うんうんうん、そういうのも最近すごい増えてきましたね。増えてきましたね。なるほど。なんかその、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、あ、はい、あの全然全然。なんか、イケメンファンの方とかっているんですか？それにの結果、なんかこう、結構その言ったら30代女性の方とかがこう実際にイケメンを見に来るとかってあったりするんですか。まあ、イケメン集団のポスターを見てきましたっていう方は実際に聞いた結果いたので、まあ何がきっかけで来られてるかですけど、まあきっかけというかポスターはきっかけだと思いますけど、でその後誰かの推しっていう形でこう推してるのか分かんないですけど、まあそういう方もいるとは思いますね。ほんと数人だと思いますけど、うんうん、あのポスターどっちかっていうと認知が目的のところがあって、はい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 、そこから入って、なんか、淡路島を応援するってなると、周りの見られ方を気にする方も結構いらっしゃるみたいで、うん、はいはいはい、実はまだ表に出したりとか、飛んでないけど、ちょっと気になってるっていうのは、すごく多いですね、実際。ちょっと恥ずかしいというか、恥ずかしいですよね、女性の方が最初に来るのは。うんうんうん、みたいなところをよく聞きますね。良いですけど、みたいな。ちょっと好きって言いにくいみたいな。言いにくい。あるんすか？みんながそれをもう、逆に押してなかったらやばいっていう空気が出来上がれば勝ちだと思うんですけど、うん、何番押してんのみたいな話になればいいですけど、にはならないもんね、まだ今は。うん、そうですね。あ、ちょっと前に。ちょっとしたホストみたいなね、うん、見られ方も。そうそうそう。あのホストを応援してる自分ってなっちゃうもんね。
このハードルはね、なんか取り除ければ変わるのかなと思いますけど。でもそれこそコロナが落ち着いたら本当にリアルで地域の方と関われる機会って増えてくると思うので、そうなってくると一気にあのレバレッジが効くというか、ガッと行くんじゃないかなと思います。そうですね。イベント出たりとかね、そういうところで。いやー、いいですね。あの、そう、なんか結構あの神奈川県ってフルーゲルスの一件とかもあったんで、結構コアのサッカーファンめちゃくちゃ多いんで、これチーム作ったから分かったんですけど、うんうん、地域サッカークラブ界隈にすっごいこうサッカーに対しての課題感を持ってる方すごくたくさんいらっしゃるんですよね。で結構なんかあの DM もらったりとか、はい、こうタイムラインとかでも見ててすごくあるの、結構石淡路島さんの、うん、あの例えば、まあ、撤退端子だったりとか、はいはい、あのイケメン書団のところとかで、まあ、結構それがこう引っ張られてるこうファンが結構多いというか、あの神奈川県ファン、うん、界隈でも結構それを引用とかをして、はいはい、あのなんかまたやってるよみたいなこと言ってる人結構いたりするんですけど、うん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 、なんかでも僕個人的には、はい、結構その例えば、コロナの時にあのウーバーイーツみたいなことを選手でやってたじゃないですか。やってましたね、出前です。島の中で、はい、そう選手が、が呼んだらこう出前してきてくれる施策があったりとか、はい、本当にこう地域に根付いた活動たくさんされてるっていうのがあって、はい、これ結構サッカーあの関係者というか業界の方結構みんな知っていることで、はい、なんか淡路島さんがやってることの良さって結構みんなこう徐々にこう伝わってきている、はい、あのなんかあの感じがすごくあるので、はい、結構その最初入りはイケメンだとしても、はい、絶対こう良さが伝わってファンになったと思うんで、はいはいはい、そこ楽しみですね、めちゃくちゃ。そうです、ね、これなんかサッカーファンとしてすごく楽しみだと思います。はい、時間かかりそうですけど、まあそうです、じわじわとって感じですよね。うんうんうん、はい、ちょっとそんな長くちょっとよろしくお願いしますって思ってます。なんかコメントめちゃくちゃ来てます、ね、ちょっと。あ、本当ですか。お願いします。すごい。五色って読み方ってますか。あ、合ってます、合ってます。小学校の頃、五色で試合しましたよ。自然でいいところって言ってる方です。めちゃめちゃいいところです。山崎、語りますっていうか、あの山崎さん、うちのあの、フィジカルトレーナーなんですけど、はいはいはい。大阪体育大学で出身が。あ、そうなんですか。結構多分試合をされてたんじゃないかな。確かに、体大の方はそうですよね。使えますよね、五色は、うんうん。いや、ちょっと行ってみたいですね。いやー、ぜひぜひ、うん、遠いけどアスファゴシの芝は最高ですよねっていう方も、うん、芝は最高ですね、多分関西でも結構トップレベルじゃないですかね、あれは。毎日管理されてるんで、確かもう本当にちゃんとした芝の管理の方が、うんうん、はいはいはい、はい、あの去年とかね、地域チャンピオンズリーグってその地域社会人サッカーの中の、うんうんうん、あのなんかグループ予選決めるのでも開催会場にもなってましたし、はいはいはい、はい、結構そういう意味では芝生の質はかなり高い場所だとは思いますね。うんうんうん、いや、ちょっと行ってみたいですね。なんか合宿とか。ぜひぜひ。そうですね。確かに確かに。なんか、ね、こういう機会で。うんうんうん。合宿ありですね。うん。面白いと思います。ジムさん、ありがとうございます。あとは、カズサワさん。多分、うちの大沢だと思うんですけど。はい。淡島行ってみたいですっていうコメントを。いや、ぜひ。いいですね。ぜひ来てください。峰山のりやき、あのちょっと監督なんですけど、はい、監督さん、ありがとうございます。ありがとうございます。淡路島好きですよと、今まで3回訪れて必ずなりましたって言ってます、ね。あ、必ずサービスエリアの。ミーハー説のコース。いやいや、まあまあまあ。逆に行かないですけどね、あそこ、淡路島にいる人は。はい、ああ、なるほど、なるほど。行かないです、行かないです。もう本当に橋渡ってすぐのとこなんですよ。うん、明石海峡橋を渡ってすぐのとこなんで。うん、遠いんですよ、うん、僕らからすると逆に。ああ、そっかそっか。逆に行けないです。いいとこですよね、淡路島。うん、いや、本当に。写真撮りますね、一旦あそこでね。その、島、あら撮る、橋渡って、一旦そこで降りて、写真撮れますよね、はい、橋のね。みんな撮る。みんなインスタ上げます。待った、上げてるみたいな感じで。ストーリー大体友達とか淡路島来た人あげてますね。うん、いや、そうですよ、ね。あとなんか山崎さんからコメントで、はい、フェスティバルとか主催したいんですかって言われてますね。イベントとかお祭りとかを。イベントね、ちょうど実はの12月に、うん、そのまあそれこそ FC 淡路島っていうものをもっと知っていただくためにイオンがあるんですよ。イオン洲本って、はいはいはい、本当に一番人が来るところがあるんですけど、
はいはいはい、そこのも真ん前にスペースがあるんですよ。そこでイベント今やろうと思ってて、うんうん、これもだからもうファミリー祭りを失敗したんで、今回この緊急事態でできなかったんで、ちょっと節約果たしてないですけど、ちょっとやろうかなって思ってるんで、まあ、ちょっとそういう、なんで、レフィシャー市も主催の地域に根付いたこうイベントっていうのはどんどんやっていこうかなって今思ってるので、そこにこういろんなこう企業さん巻き込んでいったりとか、なんかダンス、まあ、高校生巻き込んでイベントできたらいいなと思ってるんで、まあ、そこら辺は全然もう、まあ、フェスっていう形で最後できたらいいですよね。コロナ明けてった先には、こう盛り上がるイベントが、レフィシャー市も主催でやってるみたいな感じになれたらいいなと思ってますし、そこは考えてはいますね。はい。いやー面白いですね。なんか結構僕の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、僕らフェスをちょっと今やっていこうと思って、ちょうど11月12日に Waves っていう、はいはいはい、音楽フェスを江ノ島節で主催してやるんですけど、はい、これはちょっとこう地域柄というか、結構江ノ島って割と今湘南で割とこう文化の中心になってきているところがあって、うんうんうん、結構そのポップカルチャーとか言ったらこうサーフ、うんうんカルチャーとか中心に来ているところがあるんですけど、ちょっとなんかあんまりそのハブに慣れてない部分があるんですよ、江ノ島って場所自体が。なんかこう文化の影響力すごく強いんだけど、そういうイベントが全くないっていう場所なので、うん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 、そこにちゃんとこうハブになる場所を作っていこうっていうのをやっていて、で毎月こう地域の親衛の方とかをお呼びをして、フェスをやっていくっていうのを来月からやっていくんですけど、で結構なんかフェスってこうサッカークラブめちゃくちゃ相性いいなってやっぱり思って、確かにいいと思います。結構行政とかはやっぱちょっとあんまやりたがらないという、結構行政潤うけど、はい、やっぱこうリスクとかも伴うし、とこってやりたがらないと思って、はい、でもね、じゃあ誰がやるんだって話になってたと思って、うんうん、なると結構サッカークラブとかは結構地域ともすごくつながりがあるので、そういうのを結構 やっても相性がいいのかなと思うので、結構そういう取り組みも増えてくるんじゃないかなって思いますけどね。ハブっていう意味ではそうですね、サッカーチームを主軸にしていろんな行政も絡めますし、企業さんも巻き込めますし、うんうん、学校も巻き込めますしっていう意味ではすごくそうですよね、はいはい、いいですよね、うんうんうん、なんか地域の巻き込み方とかでなんかこだわってることとかなんかあるんですか？こう地域の巻き込み方でこだわってることですか？うんうん、結構その僕らで行くと、はい、結構その藤沢市周辺とかってその、まあ、一応僕らホームタウンがだいたいこうどれぐらいだろうな、結構140万人ぐらい人口がいるとこなんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃこう、ちっちゃい企業が多いというか、大手企業は本当少なくて、99.9% がもう地域商店みたいなレベルの会社さんばっかりで、ってなると、ちょっとあんまりサッカーチームが相性が良くないというか、大企業だったら、スポンサーを入ってもらったら、CSR とかいろんな取り組みができたりとか、うんうんうん、で中小企業さんとかやっぱり株を持って経営権だったりいろんな感じがあると思うんですけど、うん、なんかこう地域商店って結構目の前のこう実利を追っている中でなんかあんまり相性が悪い部分があるなと思った時に、例えばこう地域通貨とかを今作っていて、江ノ島市を応援するだけでお客さんが増えたとかって仕組みを作りたいなとか、ああ面白いですね、今やってたりするんですよね、うんうんうん、とかでもちょっとまあそこに対してのセールスとか本当これから、仕組み化をしてるとこなんですけど、はい、なんか淡路島さんは結構でもね、その選手が、就業してたりとかね、その島の中でいろんな取り組みされてると思うんですけど、はい、なんかこうどういうこだわりとか思ってやってるのかっていうのを聞いてみたいです。そうですね、こだわりで言うと何だろうな、それこそやっぱり今地域との関わりっていうところで、うん、企業さんと一緒に協力しながら小学生向けのコンテンツを週に3日作ってはいてて、それこそサッカー教室っていう形で無料で子どもたちが、うん、いろんなチームから集まってきて、いろんな年代の子たちが来て一緒に選手たちと汗を流すとか、それこそうちのトレーナーが運動教室みたいなところで体を動かす楽しさを5歳から小学校3年生ぐらいの低学年の子たち向けにコンテンツ作ったりだとか、それこそあとは社会人のフットサルみたいなものを 金曜の夜に作ったりとか、なんかそういう形で企業さんと一緒に
地域の人たちと関わる機会を作るようにはしてて、うんうんうん、でそれは別にあの地域の方々からお金を取るあのモデルは全然するつもりはなくて、ずっとそれを大きくしていくってなって、うんうん、地元のちっちゃな企業さんでもちょっとずつ協力してもらいながら、うんうんうん、あのどんどん大きくしていくっていう活動は今今年からさせてもらってて、確かに最近だもんねそれ。そうですね、それはあのやっぱり効果はすごい感じてますし、やっぱりあの淡路島の企業さんも思いはやっぱり強い方もたくさんいて、なんか地域に対してそれこそ CSR とかそういったところっていうのをすごい強く求めているんですけど、なかなか何をしていいか分かんないとか、どうすればいいのか分かんないっていう、はいはいはい、あの地域の企業 の、 あの方々がすごい多いので、そこはすごく相性がいいなっていうのはちょっと走り出してみて感じているところでもありますね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんかぼちぼちこういい時間になってきたんですけど、あの、はい、なんか淡路島さんのあの今後の展望だったりとか、あとなんかこう、告知とかがあったらちょっとこうお話ししてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、はい、どんな感じ。そうですね、まあこう展望で言うと、まあ本当負けたら撤退なので、まあまず今年、今関西2部の4位なので、4位なんですけど、全部、あと残りの試合勝てば昇格絶対できるんで、まあまずここ絶対勝つっていうところですね。で、まあよかったらこのきっかけに、あの FC 淡路島ごと、まあ試合、ライブ配信全部の試合やる予定ではあるので、よかったらあの YouTube チャンネルやってますので、あの FC 淡路島って検索して、あのチャンネルの方を登録していただけたら、すごい嬉しいですね。まあ、あとは、まあ、杉山が1個多分告知がある。あ、そうですね。あの、はい、ありがとうございます。まあ、僕はあのクラブに FC 淡路島に関わりながら、個人的にもあの大会学生をメインとしたキャリア支援だったり、そういった部分をあの個人として活動はさせてもらってて、まあ、やっぱり自分自身大会学生でいろいろ難しさもキャリアのところで感じたところはすごくあったので、なんかそういったところでもしあの学生の方が聞いてくださっていれば何かお力になれるかなと思っていますし、うんうんうん、まあ、チームとしても勝つことはもちろんですけど、うん、やっぱり淡路島の地域にとってやっぱり必要とされるクラブでありながら、でやっぱり自分たちがやっぱり面白いと思えるクラブを今後は引き続き作っていけたらなと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。あの僕も浜田も結構あのこの世代でサッカー業界飛び込んで、はい、今日世代がやることはすごくあのなんだろうな、嬉しいというか励みになるので、これからも、はい、長いですけどよろしくお願いします。お願いします。はい、浜田さん何かありますか、言いたいこと。全然はい、わかりました。あの今あのコメントに書いたんですけど、あの YouTube チャンネル登録ぜひお願いします。淡路島さん、はい、ということで、じゃあちょっと真帆さん、真帆さんいいですか。はい、あ、お願いします。最後なんですか。あ、そう、あ、そうです、あの締めをお願いします。はい、はい、ありがとうございます。2021年10月4日第9回江ノ島 FC ラジオ、この放送は横浜湘南を拠点に活動する音楽レーベルファーチャンネルレコーズ、湘南を代表するエナジードリンク湘南ゴールドエナジーの協賛によってお送りいたしました。ここで来週以降のスケジュールについてお伝えいたします。次回10月11日月曜日、千葉県社会人サッカーリーグ3部所属レプロ千葉 FC の塩月代表、塩月さん、はい、お願いします。10月15日金曜日は藤沢発の青春ロックバンドチロルのお二人をお迎えして、なんと生放送ありでお送りいたします。生演奏ありね。生演奏あり、生演奏すごい、生演奏そうそう、面白い、ライブハウスから生中継しちゃいます。そう、生中、そうそう、あのアコースティックライブをしていただけるみたいで、すごい楽しみにしてます。はい、皆さんお願いします。続いて10月22日金曜日、関東サッカーリーグ所属、東京23区から J リーグクラブへを掲げて活動する東京 23FC の
取締役石井様。石井さん、お願いします。10月25日月曜日、四国サッカーリーグ所属の地域貢献型社会人サッカーチームレベニロッソ NC 運営責任者佐藤様をお迎えしてお送りしてまいります。佐藤さん、お願いします。ツイッターの方に合わせて三島 FC の YouTube チャンネルの登録をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はあのお時間とてもありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、あの、ちょっと僕らこれ週2回やらなきゃいけないので、ちょっとまた多分次のターン待ってくると思うんで、はい、分かりました。年内にはもう一回待ってくると思うんで、はい、分かりました。ぜひぜひ、はい、これからもよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。どうでしたか今日は。どうでしたか。あ、もう楽しかった。あっという間になんか1時間来ちゃいました。そうですね、なんかね、はい、聞いてる方からしたらね、たあの参考になったか分かんないですけど、あの、よかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。はい、今日あの42名ですかね。先生、あ、すごい、ありがとうございます。ご視聴いただきました。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとあのこんな感じでまた来週以降もやっていこうと思いますので、あの、安治島さんの YouTube チャンネルと Twitter のフォローだけ皆さんぜひお願いします。はい、ぜひお願いします。はい。はい、じゃあ今日はあのお時間ありがとうございました。ところでいい週末をお過ごしください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼します。